バレーボールのパリオリンピック予選であるワールドカップ男子大会で負けられない戦いが続いている男子日本代表の龍神NIPPON。10月6日には世界ランク9位のセルビアと対戦し、魔の3セット目を勝ち切ってのストレート勝利に日本中が歓喜の渦となっています。開幕から2戦はフルセットまでもつれ、2戦目のエジプトには敗北までしていた龍神NIPPON ですが、その後のチュニジアとトルコとの2戦は調子を取り戻し、ストレート勝利と息を吹き返していました。しかし残り3戦は強豪国ぞろいとなっており、気が抜けない状態となっていました。この日対戦したセルビアは、今年のネーションズリーグでは日本が勝利していましたが、高い身長によるブロックや打点の高い力強いスパイクなどを持ち味としている強豪国。しかし今大会初戦のトルコ戦ではまさかの敗北となっており、日本同様後がなくなっていました。そんな負けられないチーム同士の戦いとなったこの試合、第1セットはセルビアのブロックアウトからスタートすると、高橋藍選手が強烈なスパイクで追加点を挙げ、その後は西田有志選手のサービスエースや石川祐希選手のスパイクなどで突き放し、25対17で先制した日本。第2セットも西田選手のスパイクから得点を挙げると、石川選手も負けじとバックアタックを決め、いい流れをセルビアに渡しません。中盤トラブルがあり時間が空くも、石川選手がスパイクやサービスエースで気持ちの強さを見せると、勢いそのままに25対14で日本が連取します。続く第3セット、西田選手のサービスエースなどで先制するも、序盤から追いかける展開で最大4点ビハインドになるも、日本の粘り強いレシーブや助走がない中でも強烈なスパイクを放つ攻撃で終盤に追いつくと、流れを完全に奪った日本が25対22で見事勝利を飾りました。この熱戦後、キャプテンの石川選手が、今非常にいい状態なので明日明後日も頑張りたいと思います、スロベニア戦も絶対勝って次につなげたいと力強く語ってくれると、高橋藍選手もイエーイ、ひき肉ですと雄たけびを上げ盛り上げるなど喜びを爆発させていました。この素晴らしい試合をご覧になっていたファンの方々からは、3セット目どうなるかと思ったけど、やっぱり今の日本代表はすごかった、セルビアを相手に魔の3セット目を勝ち切った、パリ五輪への切符はあと少しだといった称賛の声が続々と寄せられていました。この嬉しい勝利により、日本はプール B でアメリカに次いで2位に浮上。このプール B に与えられているパリオリンピックへの出場権は2枚となっているため、残り2戦も決して負けられない状態となっていますが、今後対戦する相手は世界ランク7位のスロベニアと2位のアメリカ。今大会では6カ国がパリオリンピック出場を決めますが、残り5カ国は来年のネーションズリーグ予選ラウンドで活躍し、世界ランクを上位にし続けなければなりませんので、ここで決めておきたいところとなっています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。エジプトに負けた時はマジかってなったけど、今2位まで浮上してるし、実力は本物だったな。これまでのこともあるから3セット目どうなるかと思ったけど、やっぱり今の日本代表はすごかった。男子バレー日本勝った、手叩きすぎて手めっちゃ痛いけどめっちゃ嬉しい。男子バレーでセルビアにストレートで勝てる日が来るなんて思ってもみなかった。今の日本男子強すぎでしょ。今日も全員のプレーが光っててストレートで勝ってよかった。
3セット目は不穏な空気だったけど、最後は良い雰囲気だったし、このまま明日に挑める。明日スロベニアに勝てば最短でオリンピック決定だと。絶対決めてくれ。今日の男子バレーは見てて気持ちよかった。まさかエジプトに負けたチームとは思えないな。この調子で明日も期待したい。またフルセットに持ち込まれる流れかと一瞬思ってしまったけど、石川選手のプレーからチームが持ち直していっててよかった。やっぱりみんなニコニコしながら笑顔でプレーしてると流れが来ちゃうんだね。めちゃくちゃ最高に楽しいバレーを見させてもらってて嬉しい。ほんと龍神日本最高です。石川選手もジャンプ力上がってキレが良くなってきたように感じる。やっと本来の姿に戻ってきたね。次も絶対勝って五輪出場決めちゃって。男子バレーがリアル配球じみてきた。こういう試合を待ってたぞ。スポーツ観戦をすることの面白さが分かる試合をしてくれた。特に3セット目の逆転劇とか最高だよ。セルビアを相手に間の3セット目を勝ち切った。勝負の3連戦は幸先いい。パリ五輪への切符はあと少しだ。頑張れ龍神日本。今日の男子バレー激アツだった。あと2戦マジで負けられない戦いだ。今回も強い日本バレーを見せてくれました。明日以降も厳しい戦いが続くけど、また感動させてほしい。日本がエジプトの負けを完全に生かしてる。さあ明日のスロベニア戦、そして明後日のアメリカ戦に勝利してオリンピック出場を決めてくれ。